はい。皆様、こんにちは、えー。イマジンチャンネルでございます。えー、ちょっと、えー、時期によってはわかりませんけれども、多分お久しぶりだと思います。よろしくお願いいたします。イマジンチャンネルのイマジン動画へお越しいただきありがとうございます。こちらの動画では、イマジンチャンネルの創造動画、第111弾。私が考えたチョコレートに関連しているもの、かっこ、続編、閉じかっこ、というテーマでお届けする動画でございます。 えー、ちょっと、もしこれあの、聞きいただいていない方などすいませんけれども、あの、ちょっと一部の方にはもしかしたら通じないかもしれませんけれども、110段の方ではちょっとあの、111段の方、まだテーマが決まっていないので、また、あの、111段でテーマをお伝えしますというふうに、あの、お伝えして、えー、110段の方は終わったと思うんですけれども、また111段から始まりました。また、111段から115段の投稿をお待ちいただいていた皆様大変お待たせいたしました。 今回の投稿グループでは、110、えー、全部で120段までお伝えする予定なんですけれども、111段から115段までをお届けする予定となって、取った時現在ですけれども、お届けする予定となっております。116段以降については、時期によってはまだ投稿されていない場合もあると思いますが、よろしくお願いいたします。ということで、えー、ちょっと前振りが長くなってすみません。えー、テーマに入らせていただきます。えー、これもしかしたら、あの、消えているなどでお聞きい,いただけなくなっている可能性もゼロではないかもしれないんですけれども、えー、随分前に、えー 確か第45弾、45弾ぐらいだったような気が、もし違ったらすれば45弾ぐらいだったと思うんですけれども、え、イマジンチャンネルの想像動画の、えー、た、た45弾で、えー、私が考えたチョコレートに関連しているものというような動画をお届けしたような気がするんですけれども、ちょっとあの、また新しく、別で、えー、関連しているような、えー、気がするも、気がするものがあ、新しく思いつき、えー、もちろん想像なんですけれども、思いつきましたので、えー、ちょっとこちらで、この場で、えー、お伝えさせていただこうと考えております。 なお、えー、もちろん、えー、結構いろいろな動画でも言っていることではございますが、これは本当に想像でございます。実際には全然関連していない、そんなわけないじゃんと、などと思う方かなり多いと思うんですけれども、えー、こういう想像もあるんだなという、そういう感じで見ていただければ大変嬉しいでございます。ちょっとなんか、そんなわけないじゃんと思うこと、思うことがほとんどだと思うんですけれども、え、これは本当に想像の世界ですので、本当にあの私の想像の世界の、世界ですので、えー、すいませんけど、あの、いろいろ多分思うところあるかもしれませんけれども、えー、もしよかったらご視聴ください。それでは行きます。 チョコレートに関する続,続編なんですけれども、まず、食べ物系で。キャラメル。キャラメル。で、食べ物系はここで、すいませんけど、ここで終了です。え、食べ物系、プリン。プリンも一応チョコレートに関連してると。また、またホットケーキ。ホットケーキ。もしこれあの、前の45段かわかりませんけど、前の動画で言ってる、言ってるものなどがあったらすいませんね。ホットケーキ。 ゴットケーキ。それでは、えー、次、食べ物では全くないんですけれども、え,ー、えもしかしたらこれは言ったかもしれません。え四、ー、45段を、えー、まだ一回、私もまだ一回しか聞いてないんで、あの、しかもずいぶん前のことなんで、ちょっとあの、忘れてる部分などもあるかもしれません。えー、車のゴーという音、飛行機のゴーという音、これは言ったかもしれません。そして、宇宙船のゴーという音。そして、世紀地下目、ドッテン解明などの、 えー、惑星、惑星類。これ、あの、もう、あの、本当にしつこいようです,すみませんけど、想像なんでね、惑星類。水気に近目、どっ転名。今でいう水気に近目、どっ転回。どっそういう惑星類。<laughs> 国際宇宙ステーションなどなど、宇宙関係。で、ここからは、えー、また、えー、ちょっと話題が変わり、あの、変わりまして、えー、ピアノ。 え、ピ、また、えー、ヤバハカワイ,イなどのピアノ関係会社。そして、音楽教室。そして音楽教室の担当講師。そして、えー、図工の先生。え、これ、え、多分粘土というのを第45弾で言った、45弾かかりませんけど、そこでとにかし粘土という、まつか、ね、粘土というのは、え、多分、えー、図工、図画工作いわゆる図工を、 などででも使ううと思うので図工の先生。場合によっては美術の先生。図工美術の先生。そして図工室。図画工作室。美術室。え、でも美術館は違いない。美術館はすいませんけど違いない。申し訳ございませんけど違いない。美術え、図工の先生図工室。美術の先生美術室。あの、これは粘土、粘土とか土とかそういうものからね。え、というふうになっております。 ということで、え、チョコレートに関連しているものは、えそういうふうになります。えー、なんかもしか,もしかしたらま、はたまた言わされてること、あってこういうのもあったなと、あの、思い出したことなどあるかもしれないんですけれども、あの、え一応、え、これ、これ、これも一応ですけれども、え、えなんとかかんとか誕生とか言ってる、ちょっとえ面白い男の方。え、最近はあんまり聞かないかもしれませんけれども、え、ぶん前のえスバルの CM でやった方。 デスバルというのは多分、その第45段か分かりませんけど、それでいったえ。ということでえ、もしかしたら何か他にも忘れていることな、忘れていることなどあるかもしれないんですけれども、とりあえずこの続編については終了となります。で、また続く場合、思い出した場合など、あの、急遽お届けする可能性も、あの、なくはないんですけれども、よろしくお願いいたします。ということで、え次回の、え、次弾の予告でございます。え、第112弾データ。 私がちょっと苦手、苦手としている、こういう年中行事がちょっと苦手なんですよっていう、そういうものをお伝えいたします。よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。